久保さん、久保さん野球優勝しましたよ、優勝。久保さん、見てないし知らないと思いますけど、一応、吉谷ニュースで流しておきますけど、<laughs> まあ今回ね、すごかったですね、大谷が最後、締めましたよ。すごい、僕、まあ,あの野球にあんま興味ないんですけど、今回はさすがに見ましたね。昨日もすごかったですね、歴史的、歴史が昨日もドラ,ドラマかよっていうぐらいの逆転劇で、今回もね、大谷が締めるっていうね。 だから、そのアナウンサーも言ってましたけど、ピッチャーって普通ユ、ユニフォーム汚れてないんですよね。だけど、大谷翔平はユニフォームが汚れてると。汚れてる、汚れてるピッチャーだみたいなね。<laughs> まあ確かにまあ、ね、ピッチャーってあんま汚れないわけじゃないですか。だから、あと、二刀流に関して、昔はね、かなり批判があったわけですよね。その二,二刀流なんかまあ無理だよみたいなね。だけど、今、その無理だっていう非常識みたいな。 無理だって言われてたことが伝説となり歴史となり <laughs> あの優勝で実際に優勝で二刀流をや,や,やりのっけて最後締めるっていうねこれはすごいドラマじゃないですかそれ世界一じゃないですかそんなのかつ久保さんも昔ねマージャン店やってた時に絶対あったと思いますけどね絶対あったと思いますマージャン店なんかリアルですからなんかあの久保さんネットなんかやってるなんか怪しいこと始めたよみたいなね 頭大丈夫よみたいなね多分なんか陰口とかねいろんな批判あったと思いますけどその批判は何なんですかねいってらっしゃい。